僕は天沼純。父親は外人女性と再婚して海外に移住してしまったけど、ついていく気がしなくて日本に残った。家を売ってしまったので、僕は親父の紹介でこのマンションに住み、学校へ通うことになったんだけど、ああ、君ひょっとして新しい管理人？はい。あら、レイさん、おはよう。おはよう、スミレさん。おはようって、ん？夕方なのに。ジュン君っていうの。よろしくね。頼まれたものは後で届けさせるから。ええ、じゃあお願いね、新人さん。じゃ、頑張って。はーい。え？はぁ？これを揃えて、レイさんの部屋に届けておいてね。はい。203号室と、ん？なんだ？この部屋だぞ。ドアも閉まってないし、不用心だな。届け物はここに置いて帰ろう。さては覗いてきたわね、いけない子。すみれさん。昼間は会社に行って、夜は自分の部屋で営業している子がほとんどよ。ねえ、人が住んでいれば鍵はあるわよね。ええ、みんなそう。心にも鍵をかけて生きているわ。それがルールよ。守ってくれるわよね。うん。こうして僕の管理人としての第一日は始まったのだった。本当だったな。プロポーションは抜群だし。ただいま。遅くなってすいません。これお土産です。ああ、マリナーズのパイね。わざわざ寄ってくれたの？ああ、いえ、友達に超かわいいウェイトレスがいるって無理やり連れてかれちゃいまして。私とどっちが可愛かった？え？あ、いや、別にそういう意味では。はい。ああ。あら？さっきお店でお友達と一緒だった。マリナーズの可愛いウェイドレスさん、マリナさんだったわけね。いや、その。すみません。荷物を預かっていただいてるって。はい、これ。ジュン君、持ってってあげて。管理人さんだったのね。ごめんね、持ってもらっちゃって。いえ、仕事ですから。ついでだから部屋まで持ってきて。はい。マリナさんがここの住人だったなんて。待てよ、ということはここで風俗？仕事明けの体には応えるよな。
ったく、そんなに胸を押し当てたらこっちの下半身が。すいません、やましい気持ちはないんですけど。骨に別状はないようですし、問題はないでしょう。はあ。とりあえず塗り薬を出しておきます。はい。 4,5 日しても痛みが引かないようでしたらまた来てください。すみません、すみません、本当に本当にすみません。いや、でも看護婦さんだったなんて。診察代は私が払います。本当にすみませんでした。いえ、そこまで。それは自分が。相原さん、ちょっと。あ、はい。へえ、相原さんっていうのか、あの看護婦さん。でもこれでなんかきっかけができたりして。うわぁ、痛そう。大丈夫？本当に。ちゃんと仕事はできますよ。歩くだけなら平気だし。ふーん。痛いの痛いの、飛んでけこ、子供じゃあるまいし。ひどい。何もバカにしなくてもいいでしょ。すいません。なんかおかしかったから、つい。はい、管理人室。消毒用クレゾール在庫？はい、ありますよ。それと、スミレさんって不思議な人だ。はい、OK ですよ。経営者の詳細と屈託のない性格が同居してる。それに見事なプロポーション、惚れそうだな。俺これ302号室まで持ってってくれる？ちょっと聞いてるの？はい、行ってきます。頑張ってる頑張ってる。スミレさんとデートできたら最高なんだけどな。でも管理人室二人して開けるわけにはいかないし。はあ。ん？相原？ご苦労様。奥まで運んでくれる？は？ああ、なんで先生が？野暮なこと聞くんじゃないわよ。病院じゃしたくてもできないことが。するんですか？やめてください。ただいま。ご苦労様でした。純くん、パンツ脱いでみせて。確認したいことがあるの。ういにー。